ミス普段全部覚えてね、あれだけ答えて、すごいな。でもあのギター弾きながら、歌詞見ながら、これ気にしながら、まあ歴史それであの今初めのソングですよ。あの私もあの還暦回ってるんですよね。え嘘、まあ見えないです。見えんの。完璧もうんと思ってます。そう。で先輩が。43です。学生の頃にやって40年はあの全く意味がない。で、あの3年ぐらい前にね、これとこあるんや。最初聞き入ったんだけど、一人でやって、一人で。聞くってことやったことないから、羨ましいな思いながらピアノを曲をですね、昔は思い出してやりに行くと最近は楽しくて、これ楽しみに生きているようなもんであと何ヶ月、何年じゃなくて何ヶ月できるかなと思って何年でいくんだもんであのさっきあのバンジョー弾いたけど最初はじゃあそれっていうマイチャンプリンボーイ。
も結構くれてましたね。であの女歌の歌や歌っていううちに皆さん上手にね日本の歌を歌やって日本の歌ってやっぱ感情がこもるから、ええなあ。さっき川崎さんが歌ってあったように羨ましいのはあのトークを入れながら歌詞を見ずに歌ってある人を見るとすごいなと。でもやっぱり音楽と親しみながら違った芝居だな、今雰囲気ですぐ僕は歌も好きだけど人の音楽は聴くの好きなんだ。あっちとさっきから全部一曲の音楽で皆さん一人一人すごい味があってすごい人がこの人はたくさんいるんやな。そうなんですよ。プロになるっていう話もありましたけど、そうじゃなくてそういうのを思いながら歌っていけなかったんだなと思うと、俺40年かもったいないことさもう5年でいいからちょうだいみたいな。もう40年長く生きたい。じゃあこれから40年やりはったらよろしいやもう多分墓場の中に入ってるであのちょっと最近あの僕1ヶ月ぐらい前にね柳ジョージさんの歌聴く機会があってええなあと思ったのでちょっと歌ってみようと。あまり日本の歌ってもいいじゃないですか。言いますか。Thank you.
ちょこちょこ歌ってるんで、グレインバック